断食ダイエット本日は2日目です。私がこの断食ダイエットに取り組む目的の一つは美肌になれるからなんです。実は過去にもうひどい肌トラブルに見舞われた経験があります。当時はもう顔が2倍ぐらい腫れ上がっていましたし、もう醜い妖怪みたいな顔をしていたことがあったんですよね。ただこの断食腸活に出会ってからはもう劇的に肌が綺麗になったんです。そこでその当時の見苦しいんですが、私のお写真も後ほどお見せいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。またこの動画ご覧いただきますと、痩せたいんだけれども、同時に例えばお肌のツヤもなくなり、カサカサボロボロで、また見た目が老けてしまったなんて嫌ですよね。ですからこの断食ダイエットをすると、なぜその美肌になれるのかという理由をこの動画を通じてお伝えしていきますので、お楽しみに。では早速本題に入っていきましょう。全体像です。ファスティング、断食7日間のプログラム。初日2日目は準備期2日間、3、4、5日目はファスティング期3日間、6、7は回復期2日間かけて行っております。で、本日私4日目、ファスティングの2日目を迎えているわけなんです。で、今回はそのなぜ美肌になれるのかというテーマでお伝えしていきますので、具体的に今からお話ししていきたいと思います。で、ポイントは断食をすると成長ホルモン、別名若返りホルモンを普段の約2倍分泌することができる、結果美肌になれるということなんです。あとこちら見てくださいね。この若返りホルモンの効果もこんなにたくさんあるんですが、今回はこちら肌を再生するというところに特化してお伝えしていきます。ではこちら目を移してください。例えば私アラフォーです。なので40代4分の1と書いてます。これは何かと言いますと、若返りホルモンが、思春期をピークにアラフォーはですね、もう4分の1の量しか分泌されなくなっているというですね、もう残念な、こういった、現実があるわけなんですが、ただしですね、この断食をしますと、先ほどお伝えしました通り若返りホルモン約2倍出るわけですから、どうなるか飛び越えて、私は今現在20代の頃の若返りホルモンを分泌することができているんです。なので毎回ファスティングをするたびに、もう実感としてはそうですね、ほんとこう肌の奥からこう綺麗なツヤが出るんですね。まずそしてこう柔らかくてしっとりしてきて、もう毎朝こう顔洗うのがすごく楽しくなってくるんですよ。で、またこう特に私はこう顎周りとかがこうざらつきが出たり、こうごわつきが出てるんですけれど もうどんどんデトックスするおかげで、もうこうざらつきがなくなってしまうんですよね。すごい気持ちがいいんです、そういった美肌効果が断食をすることで出ますよというお話です。で、私がちょっと冒頭でお伝えしました、その過去ひどい肌トラブル見舞われた経験を少し今からお伝えしていきますね。当時ですね、もう子育て真っ最中で、もうストレスマックス、結果朝昼晩お菓子みたいなね、こうストレスで食べていた時期があって、もうとにかく腸が汚れていたんですね。その結果、肌トラブルが出たわけなんです。もう顔が2倍に腫れ上がり、今出てるお写真もそうなんですけれども、もう可愛いもんです、もうマシな方、もうこんなもんじゃなかった、もうとにかくひどくてですね、もう顔中水泡だらけで、僕から黄色い体液が出て、もう固まって、朝起きたらもう目も口も開かないみたいな、もうそんなひどい状態だったんですよ。だからもちろん顔洗うのもつらい、かゆみと痛みがひどくて、でしかも、お化粧水なんかも持ってのほか、お化粧なんかもとんでもないというレベルで、もう何もできなかったんですよね。ところがこの断食、腸活ですよね、で出会ってからは、このように劇的に肌がもう毎回その若返り生まれ変わるですよね。ですから私本当当時約もう15、6年前ぐらいからなんですけれども、あの時の肌と、見た目もそうですけれども、今の方がもう断然若いなって思います。もうそれぐらい今ではこうして人前に出て顔を出してですね、自信を持って話すことができているわけなんです。本当にありがたいです、腸活のおかげなんですよね。ですから、あなたもただ痩せるだけではなくて、もうどんどんもう細胞レベルで若返っていただいて、美肌を手に入れていただきたいなと思います。
断食ダイエットは美肌を作ることができますよということなんです。ではまとめです。ちょっとお水飲ませていただきます。はい、断食ダイエットをしますと若返りホルモンが普段の2倍ほど出ることで細胞レベルでお肌が再生して美肌になることができますよということです。またこのファスティング断食にご興味がおありの方は詳細欄に LINE のリンク貼っております。ご登録後直接ご相談くださいね。では最後に、このチャンネルは美腸活チャンネルです。アラフォー女性が健康的にきれいに痩せるために断食であったり腸活であったり、そういった情報を発信しております。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけますと私とても励みになりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。